こんにちは仏事 com の高橋です、はいえっと、今日は位配景症の相談がまたメッセージでありましたのでその説明についてちょっとお話をしたいと思います。えっと、これその相談があったものを話をまとめてみたんですけどちょっとザザッとあのちっちゃくて見にくいと思うんですけどここが長男、次男、三男、四男、五男、六男ってなっててここの世代がお子さんたち。 その下の世代、ここ、この3男から6男までの孫の世代っていうのは分からないみたいですね。で、その下もちょっと分からないっていうので進めていきます。相談があったのはこの次男さんのところなので、この次男さんのところだけをちょっと大きくした図を作ってみました。で、えっ、ー、と、位配継承に関して今から色分けしてちょっと説明をしていきます。まず、えっ、ー、と、この長男さんはここ、今持つ人いないですね。 これで1回止ままりますで次男さんは長男が親のものは持つので長男さんが持ちます。で、戦死してるので子供いないですね。で、えっと、こことここ、色が2つついたので、じゃあその次はこの世代に行くんですけど、この世代、ここの、えっと、長男のこの場合で言ったら、こっちがムートゥヤ、本家になりますねもっと上の本家もあると思うんですけど、ここは便宜的にちょっと、本家にしておきます。 この本家の養子に入る人を見つけないといけないんですけど次男三男四男っているうちで誰が入るかって言ったらより血が濃い人なので次男がここに入りますで、えー、と三男は今、えー、とこれおじさんの養子になってるって書いてありますけどこの三男さんはあの本当は養子にはいかない人ですね三男立ち口って言って三男は養子にはいかないです で、えっと、さっきの図で言ったら、この三男さん、こっちにいるんですけど、おじさんの養子ってことは、この三男、四男、五男、六男のおじさんの誰かの養子に行ってるはずなんですけど、どうここに子供いるので、男の子。これ全部男の子ですね。男の子いるので、養子に行くことっていうのは考えられないんですけど、このおじさんがどこに養子に行ってるかが私は気になりますね、このおじさんが。で、じゃあ、この四男さん。 っていうのを見た時に、うん、四男さんはオレンジでしょうかこの四男さんは長男がいるので8歳で亡くなってますけど長男はいますこれこっちですねっていうふうになりますじゃあその次ここ今次男さんここも病死されてるんですけど本家の方からあの男の子継ぐ人っていうのを優先的にやっていくのでこの次男さんっていう人はこの、えー、とお父さん四男であるお父さんのお兄さんの次男に に行きますでここ長男さんがいるので長男こんな感じでついていくのでこの方が病死で亡くなってるのはおそらく自分が本家のものを持つっていうのをまだ知らないままでいて、えー、と要は役割を持っているのにやってないってみなされてしまっているんじゃないかなと思います。で、えー、とこのじゃあここでいったらこの次男さんの長男こっちもいないですよね。 で、えっ、ー、と、ここは赤、つないで待ってますね。これ、おじさんの用紙に行ってるんですけど、一応これはもう間違いなので、おじさんの用紙に行ってること自体。こっちが持つ人いないですね。こっちもいないですね。で、えっ、ー、と、こっちもいないですね、ここ。で、えっ、ー、と、ここのオレンジのところもいないですね。で、預かり仏壇っていうのにやる場合もあるんですけど、ここの,あのご家庭は、ここ。 今ここの世代がいないなですよね8歳で亡くなった人がこっちなのでこの世代が今いないよっていうのがこの図です。でこの世代でいったら誰か養子に入れるかっていうのを探さないといけないのでここの三男四男五男六男おじいちゃんの世代の三男四男五男六男のお子さんこんだけ男の子いっぱいいるのでこの人たちの子供 の男ののの子がが何人いいいいるるかかかかっってててててううをを調べてそれれら誰がここに入当ないといいとけななですなのでここだけで完結しようっていうふうにあの皆さんちょっと考えがちなんですけどこのおじいちゃんの世代でこんだけ男兄弟がいるのにはちゃんとあの持ちなさいっていう意味があってここでもおそらく例えば男の子が結婚しないとか女の子しか生まれないとかあのそういうことが起こってると思います。 なので、あのちょっとここら辺を今までお付き合いがなかったとしても調べなきゃいけないかなと思ってます。で、えっと、今回の相談、この次男さんが亡くなって、こあのお子さんもいるの、奥さんもいるんですね。でも、親が生きているので、親が今、仏壇持ってるんだけど大丈夫ねっていう相談があったんですけど、あの親が一時的に預かりとして持っておくことは OK です。ただ、親が亡くなっても、この場合、 親,親の持ってる仏壇のこの長男さんの仏壇と次男さんの仏壇位牌は2つになって分けていないといけないです。色が違いますよね分けた2つの仏壇を親が一旦味買預かっていて持っておくっていうのはまあ許容範囲です。持てるけどこの次男さんがちゃんと長男もいるのであ,のある程度一定の時期例えば3回忌終わったとか7回忌終わったとかって一区切りつけた時にちゃんとこの次男さんの奥さん と長男に持たせるっていうのが必要かなと思います。で、よくその話をすると、いやいや、お父さんとお母さんは実家に住んでるから大きいお家があるけど、自分たちアパートだから仏壇置けないよっていう相談があるんですよ。アパートだろうが、1LDK だろうが、1K だろうが仏壇は置いてください。置け、置けます。アパートだから置けないっていうのは理由にはならないです。なので、あのここに関しては、あの正しい位置を位配継承の仕方はこんな感じになります。 で、ここの,あの色がついて赤、ここら辺、空いてる、この辺は、えっ、ー、と、三男から、えっ、ー、と、六男、六男の孫世代、孫世代を調べるっていうのが重要になります。で、あのこの家系見てても分かるんですけど、男の子がことごとく亡くなっているっていう家系って、実は多くてですね。 でなぜかというと、位牌継承がちゃんとされてないって私たちは思っています。で、じゃあ、こんなのやらなくてもいいんじゃない私たちはやりたくないんだよっていう相談がたまにあるんですけど、やりたくない人はやらないでいいと思います。で、やらなかったらやらない結果が多分出てくると思いますし、やったらやったで、ね、その結果が出てくると思います。どれが正解とか、どれが間違ってるとかじゃなくて、自分があ、これはいいねって思った方向に進むっていうのが、 もういいんじゃないかなと思っててそれを例えば私たちこんなのやらないで全部永代供養するんだけどいいよねって聞く人がいるんですけどいいよねって聞くってことは永代供養してはいけないんじゃないかっていう迷いがあるからですよね迷いがあるんだったらやらない方がいいですねなのであのこれ私結構いつも強い言葉で言うんですけどあのその分勘違いもされやすいんですけどあの沖縄のこの仏壇の継承ってすごく難しいややこしいって言われてるんですけど あの逆に言うとシンプルなんですね、種を継続させていくためにあの、このルールが決まってて、やってはいけないことが決まってるっていうだけなので、それにのっとって、えっと、当てはめていけば、ルールとかタブーとかっていうのは、言ったとかじゃなくても、こういうこと見れるんですね、で私、別に聞こえたり見えたりはしないので、ただ、もう、この人の感情がどうとか、この人と仲が悪いから持たれたくないとかっていうのは、この位背形象には全く入れないです。 なので、とてもシンプルにいる男の数だけで割り振りをしていくっていうのが基本です。で、ここのお家で言うと、まあ、こ,のこの大きい、この大きいやつをこっちに落としていくと、この赤いのの本家はこの,この次男が入って、この次男が入って、この長男が持つ。で、こんな感じですね。同じ赤です。で、えっと、ここの次男さんは長男さんが持つ。 ここ今空いてるよ、空いてるよっていうこんな感じです。で、三男さんはブルー。なので、このおじさんはこっちが空いてるよ、こっちが空いてるよっていう感じです。で、えっ、ー、と、この四男さんは長男が持ってこっちが空いてるよっていう感じです。じゃあ、その他のところはどうなるのって言ったら、えっ、ー、と、三男さんは長男がいるからシンプルにこっちですよね。で、四男さんも長男がいるからシンプルにこっちですね。 でえっ、ー、と五男さんも長男がいるからシンプルに持ちますねでえっ、ー、と六男さんも長男いるからシンプルに持ちますねここまでは問題ないと思います。でこの世代で1234566人男がいるのでえっ、ー、と男の数だけ書いていくとこっち6人います。 ここに来たら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17人います。6人の男から17人増えてるって相当、あの、得持ちなんですよ。だけど、この下の世代がどんだけ増えてるかっていうので、あの、ちょっと問題になってくることがあるので、あの、ここをちゃんと調べておいた方がいいですね。なのでこ、さっき言ったように、こことこことここは、ここに、 依存ししてくるのでこここことここを調べましょうあの大変だよって言ってるんですけど大変だから調べるんですよ。私たちの世代でも大変なのに子供の世代になったらもっと大変になります。なので今のうちで調べておいてねっていうふうにあの気がついた時に調べた方がいいです。であの、ね、この位配軽症こんなこと今の現代でっていう人がいるんですけどあの現代でって思う人はやらなければいいです。で いやあの、現代でもやっぱり昔の人たちがこうやって守ってきたものを自分たちはやりたいっていうのであれば参考にしていただければなと思いますのであのよろしくお願いします。はい、今日はここまでです。ぜひチャンネル登録もお願いします。いつもありがとうございます。